皆さんこんにちは、こんばんは、ヤギオヤジです。前回は無謀な挑戦になってしまいましたので、今回は最も安全な単調をしようということで山田池公園に来ております。と言いましても鳥に会えるのか不安でしたが、カイツブリが4から5は確認できましたので、前回の山田池公園よりは期待できるのではないかと思っています。この日は6月25日日曜午前7時半、気温は23度、天候は確か薄曇りだったような気がします。このカイツブリたちを見ていると楽しくじゃれ合っているように見えますね。見ている私も楽しくなってきます。さて今回はここで終わってしまうのか、そろそろ移動しましょう。シジュウカラです。葉っぱに虫でもいるのでしょうか。葉っぱが多すぎて綺麗に見えませんね。お、ヒヨドリだと思ったら恥ずかしがり屋さんでした。くわえているのは何でしょうね。そういえばカワウの巣はどうなっているでしょう。ヒナと思われるカワウと親のカワウの差がこの映像でわかりますか。そろそろ巣立つ日が近いのかもしれませんね。木の上に何かいます。アオサギです。仁王立ちしています。高い木の上にヒヨドリらしき姿があったので寄ってみたところ、なんと長眼鏡でした。猛禽類をこんな状態で撮影できたのは初めてです。あわよくばこっちを向いてくれ。以前このひまわりの種に群がるカワラヒワを撮影したことがあります。今年も撮影できれば以前より綺麗に撮影してみたいと思っています。この高い木のてっぺんに先ほどの長眼鏡とかいろいろ止まってくれます。しばらく待ってみると何かしら止まってくれました。レンズ越しではホオジロなのかどうか悩んでしまいました。帰ってからグーグルレンズで調べると赤モズと出ました。私が持っている図鑑ではベアド星3つ。ツイッターでご意見を求めるとモズの幼鳥ではないかとのこと。次頑張ります。アジサイももう終わりですね。山田池公園で有名な菖蒲園は完全に時期を外してしまいまして、
ほぼ終わっていました。満開の時期に来れば見事なんですけど。オオヨシキリです。この子の鳴き声は特徴的で、しかも大きいので遠くから存在を確認できます。この子はシャイなのか、あまり鳴こうとしません。撮影していることに気づいたのでしょうか。違う角度からもう少しアップで見てみましょう。ヌートリアです。川の流れに沿ってのんびりしています。この場所に来ると必ず会えます。小さな子供が、あれビーバーなの？という質問を親にしている光景を見ます。そうだよという親の返事に、違うだろうといつも心の中で叫んでいます。根室の木にメジロが来ていました。おしどりですね。お初にお目にかかります。この子はメスなのか、それとも幼鳥なのか。映像を撮ったつもりでしたが、写真しか撮っていませんでした。おしどりのすぐそばにカワセミがいました。結構長いこと会えていませんでした。お久しぶりです。お元気で何よりです。さて、今回の動画は終わりです。暇つぶしになれましたでしょうか。実は今回の動画撮影の1週間後、再度この山田池公園を探調しています。私としてはたまたまですが、珍しい映像を撮影できましたので、次回ご紹介します。この動画が良かったと思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。特にコメントをいただくと励みになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。
ご視聴ありがとうございました。